元、雨上がり決死隊の宮迫博之、5、3が、孤独感を深めているという。宮迫は先月、自身がオーナーを務める五反田にある、たこ焼き居酒屋、宮たこです。を閉店することを発表。閉店の理由として、コロナ以降も、お客さんが戻らず、赤字が続いていたこと。もう一つはメインでやっていたバイト二人が諸事情で、辞めるため店長だけで、は、お店を回していけないということで、閉店の決断に至ったと説明した。赤字が続き、テコ入れをしなければいけなかったが、牛宮城オープンという、巨大プロジェクトがありましたので、宮たこの宣伝とはいかなかった。そこは悔やまれる部分ではあるんですけどと後悔を口にした。店長はもともと、恵比寿のバーに勤務しており、宮迫が、お店でた、小焼きパーティーを開催していたことが縁で店長を、任せていた。店長ありきで成り立っていたお店というほど信頼し、ていたが、その店長も他の道に進むことになった。今年2月にも、動画制作スタッフの錦戸彩斗が、個人としてやり、残したことや、挑戦したいことがたくさんあるという理由で卒業。お笑い関係者は、理由はどうあれ、スタッフが離れ、ていくとネガティブに思われやすいと指摘する。宮迫は嫌いな YouTuber ランキングで光ると同、率3位、嫌いな元吉本芸人では1位となっている。牛宮城バブルも落ち着き、久々に話題にな、たのが宮たこ閉店のニュースですからね。何も言われなくなるよりはいいと言ってましたが、内心は傷ついてるようです。宮迫さんのお酒の量が増えるんじゃないかと、どうと心配の声が上がっている。Thank you.